FC 東京 U18 の土井寛太です。自分のストロングポイントは、パスと1対1の対人です。 FC 東京 U18 の東蓮太です。空中戦と、守備力、小学生の頃にアドバンスクラスというのがあるんですけど、そこで FC 東京の環境でとてもいいなと思い、そのまま FC 東京アンダー15武蔵に入りました。小6のトレセンが静岡県であって、声かけてもらって、で中学校はちょっと家の事情で行けなかったんですけど、高校からセレクションとかもあって行けるようになって、パス回しのテンポだったりは全然違くて、基礎がやっぱり本当にしっかりしてるので、スコア始めは本当にすごく出遅れてましたし、今も全然出遅れてるんですけど、スコアはやっぱりこれからもっとスコア磨いていかないといけないのかなと思ってます。試合に出る人数に対してチームメイトの人数は多いんで、やっぱりライバル意識っていうのはとてもあって、近いポジションの人に1対1とかなどは、強度がとても高くなります。プロの下部組織ということで、やっぱりキャンプに呼んでもらったりとか、練習に参加させてもらったりとか、そういう経験ができるので、やっぱり選ばれて入ってるので、よりレベルの高い中で練習や試合ができるので、そこはメリットかなと思います。火曜から金曜までは練習で、で土日にどちらかだいたい試合があって、で月曜日がオフって感じです。平日は5時から7時くらいで、土日は2時間くらい、時間は特に決まってないです。朝7時半に起きて、で朝食を食べて、そのまま学校に自転車で行って、学校から帰ってきて午後に練習をして、寮に帰って夕食を食べて、で就寝する感じです。サッカー前後のストレッチや、自分は体が細いので、食事の部分で量も取らないといけないですし、バランスも取っていて、それで補い部分はアミノバイタルなどを活用しています。食事面ではやっぱり試合の日とかは米を多く取ることを意識していて、あとは1日3食じゃなくて、1日5食4食取るようにしています。 FC 東京アンダー15武蔵の時から使っていて、その時にトレーナーさんから取った方がいいよとか言われていて、試合の前後はもちろん取るんですけれど、ハーフタイムなどゼリーなど活用もしています。中学2年生の時に全国中学サッカー大会っていうのがあって、ハーフタイムとかに飲ませてもらってました。試合前に飲ませてもらったりとか、ゴールドは筋トレした後とか前とか飲んでます。アミノバイタルを取ることによって、味もそうですし飲みやすいんで、気持ちなども上がりやすく、とても試合などに挑みやすいです。アミノバイタルを飲むと、やっぱ試合前のスイッチが入って、すごく自分の中で、その試合に入れるというか、そういうきっかけになってます。昔から取っていて、やはり飲みやすいっていうのが一番のポイントで、試合の前後などやっぱり体が他の食べ物だと重くなったり、胃もたれなどあって飲めないんですけど、アミノバイタルは飲みやすいです。気持ちのスイッチを入れてくれる存在です。ルヴァン杯4試合目のアビスパ戦では、森重さんの横でプレーさせてもらって、やっぱり横に立ってこそ分かることがあるので、そこはやっぱ、ユースの中では自分しか経験してないし、そういうのを、自分の中ですごく、整理して、自分のためにもチームのためにも還元していきたいと思います。個人としては、やっぱりそのマッチアップする相手誰にも負けないことだったり、これからもちょっとトップの方の活動にも参加させていただけたら、そこは自分でも頑張って、また代表活動もどんどんコンスタントに呼ばれていくというのが目標で、チームとしての目標はまずこの夏にあるクラブユース優勝と、あとプレミアリーグ優勝というのを目標に掲げて頑張ってます。今年は、個人としてはトップチームに昇格することが目標です。でチームとしてはクラブユース優勝とプレミアリーグ優勝っていうのが目標で、将来は FC 東京 J1 リーグで優勝させることが夢です。